演舞開演。どうも、本日は日水の長崎風皿うどんを食べたいと思います。あ、皿うどんって本当お店とかでしか食べる機会がないので、こういう風に食べられるのっていいですね。ではご対面。これは温めるんですね。麺は冷凍なのにカチカチじゃないんですね。なんだかいない。でもさすがにこれを食べるわけにはいきませんので、では温めてきます。しばしお待ちください。温まりました。ではかけていきます。ぬるっとするな。こぼさないように気をつけないと。熱。はい、こんな雑で麺も香ばしいですね。お、いい音です。ではではいただきます。長崎風皿うどん、このパリパリがいいですね。独特、パリッパリッとした心地よい音の麺に旨味の溶けれた中華あんが見事に絡んで、さらに魚介や野菜の歯ごたえも加わってとっても美味しかったです。皿うどんって本当になかなか食べる機会がないので、こうして機会で食べることができて嬉しいです。というわけでこちらのテストとさせていただきました。いつか長崎にも行ってみたいな。それで夏の夜、血が滴るかな涼しげと。まあ夏の夜は涼しいことになりますよね。それはご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。